かバカみたいに吠えて。散歩行ったでしょ。ペイちゃんすぐ噛むからね。何でしょ、噛むの。噛むのがコミュニケーションなの。そんなすぐ噛まない。噛んでるよ。もうちょっと優しくして。痛いってちょっと痛いよ。痛いから。ランちゃんもう散歩行ったでしょ。じゃあね。ベータがまた新しい曲をしようとしております。何をまたこれ作ってんの。パパは噛むのか。パパは噛むのかよ。痛いだろ。ペータ。ランペータ。ランペ。ランペ。ランペ。ランちゃんが自分の壊したソファで丸まって顔をくしゃくしゃにしているね。さっきはパパが明日図書館に返しに行く本をビリビリにしたね。悪い子だね。いい子だね。悪い子だね。いい子だね。おやすみランちゃん。ランちゃん落ちちゃったの？ペッタ。だって狭いんだもん。ペータ、全部あんたがやったことよ。ペータ尻尾でかいな。おやすみ。お金では綺麗になってるかって。やだ。いいなと教わってるわけねえんだよ。そうですよ。いくら入んの？いやもうギャラ入りますよ。いくら？最高ですね。まだほとんど喋ってないじゃん。ということで、まずオカリナは三谷さんからエステで綺麗にしていただきます。続いての美容のプロはメイクアップアーティスト小倉俊人。